市川染五郎の経歴と歌舞伎への思い、市川團十郎の楽しい時間、家族愛。市川染五郎の歌舞伎人生。八代目市川染五郎さんは2005年3月27日生まれで18歳です。本名は小島一輝です。父は10代目松本幸四郎さんで、母は小島園子さんです。祖父は2代目松本白鵬さんです。屋号は高麗屋です。市川染五郎さんの曽祖父である初代松本白鵬さんと11代目市川團十郎さんとは兄弟の関係のようです。松たか子さんはおばさんにあたるようです。高校は幼稚園から通っていた青山学院の高等部です。しかし歌舞伎と学業の両立に悩み、同じ高校の1年先輩だった市川團子さんにも相談したようですが、3年の進級前に中退したようです。映画やテレビドラマでも活躍しており、2022年は大河ドラマ鎌倉殿の13人にも出演しております。市川染五郎さんは2018年1月に8代目市川染五郎を襲名し、高麗屋三代襲名披露興行で勧進帳の義経を演じました。歌舞伎界でもトップクラスの美男子であり、ファッション雑誌の表紙を飾ったりしております。父である松本幸四郎さんや祖父の松本白鵬さんが演じた乱歩歌舞伎に感動し、江戸川乱歩の小説を読むのが趣味のようです。市川染五郎さんは今年から舞台への出演も増えているようです。大阪の松竹座や京都南座にも出演しており、1年に半年以上も出演しているようです。父や祖父が毎月のように舞台に出ていたので、早く自分も毎月舞台に出れるようになりたいという気持ちになっているようです。市川染五郎さんは親友である市川團子さんとも歌舞伎について意見交換したりするようです。また父である松本幸四郎さんからも歌舞伎について細かいアドバイスをもらっているようです。映画やドラマの仕事をするときは歌舞伎のことは忘れて、目の前の仕事のことだけを考えて、その作品に全力で臨んでいるようです。祖父や父の時代から縁のある三谷幸喜さんの作品に出させてもらっていることも勉強になっているようです。今後は現代劇の映像作品にも意欲を持っているようです。家の中でも父の幸四郎さんとは芝居について話すこともよくあるようです。また染五郎さんは犬のぬいぐるみを可愛がっているようです。台本を作って犬のぬいぐるみでお芝居をしていたようです。市川染五郎さんは色白で美男子なので、歌舞伎ファンからも人気があり注目されているようです。
テレビ局からも毎年のように取材を受けております。いずれは11代目松本幸四郎を襲名するのは間違いないようです。染五郎さんの新しい歌舞伎への取り組みに注目したいですね。ご視聴していただきありがとうございました。最後までご視聴していただき本当にありがとうございました。